皆さんこんこにちはジュララシックワダーライブ、えー、今日はですね限定 DNA トーナメントということでやっていきたいと思うんですが今回のルールはですねレア度限定がですねエピックであとはですね特に条件ありませんからレベル26固定でもないしブースト なしでもないということでまあ、えー、エピックであれば何でも OK という形になりましたので、まあ、このパターンだとですねこれはあの AI が選んだものなんですけどかなりきついですね。ということでちょっとメンバー選んでいきたいと思うんですが、えー、まずはですねレベル30がいるゴルゴスクとかあとプロミ、えー、そして、えー、ティラコタトルあたりは、まあ、入れるべきじゃないかなと思うんですけどあとスピード的に速い、えー、エルリコサウルスなんかは、まあ、うまく先手が取れればですね いいけるんじゃないかと思いますし、えー、ブラキオなんかも、えー、体力がありますからある程度崩せるのでこの辺も入れるべきでしょうそしてティラノはですね、まあ、レベル20で、えー、特にカメが出てくる可能性があるのでこれ入れとくっていうのも手だし。 あとはですねうんあとねどれもね似たり寄ったりなんですけどまあねこの辺でですね、えー、まあね継続ダメージとかインドミナスレックスとかの入れてですね一発逆転のクロークを狙うっていうのなんかもまあありなんで、まあ、クロークを狙っていかないとこのアカウントはきついのかなと思いますしあとねちょっとアロサウルスがまあ結構ですね、えー、まあでもこれだとちょっときついかな。 きついですね、えー、そうなるとあと1個ですね、まあ、エドモントとかを出すとかっていうのも全然ダメだからあと1個ですねあの抗体唾液を持っているものをちょっと出したいなと思ったんですけど、まあ、抗体唾液を持っているものだったらあと、まあ、ブルーとかカメでもいいんですけどうんスカフォタトルとかの、えー、ものでですね、えー、継続ダメージがあるもので、えー、最後ちょっとですね、えー、やっていくという手もあるしケブカサイも これもけけるんだけど721しかないのでそんなにねパワーある交代けじゃないので継続ダメージとかの方がいいかもしれませんが何といってもレベルが低いのでここは意外にマイアサウラーを出して先制で1520取れるっていうのがまああの移動速度も126でまあまあ早いんでえいいのかなという気がしますね。ということでえ最後の1個はマイアサウラーこんな感じのチーム構成でちょっと戦って ってみましょうかねでまあ、えー、プロミーね辺、えー、り、えー、がちょっとね、えー、キーになるかなって気はしていますけどさあバトルやっていきましょうかはいバトルに進みますがさあどのぐらいこういけるか、まあ、とにかくね、えー、10体倒すということだけでやりたいのでまああの勝たなくてもいいのでとにかく10体倒すためにですね、えー、コツコツやっていきたいなっていうふうに思っていますさあでは開けていきましょう はいまずですね1人目ですねさあ組み合わせ、えー、何が出るかちょっと開けていきたいと思いますがなるほどこれはブラキオから行った方がいいんじゃないかなと思いますはい交代代給持ってるものは後と残しておきたいので油ブラキオ対決になりますかそうするとスピード対決になるあ先手取れましたねこれはうーんとスピード落とされるの嫌なので えまずはあ向こうはやってきますか継続ダメージきますねはいこれは、はい、厄介ですけど、まあ、先にスピードを落としておくということがいいのかもしれないですね。でこれで体力を奪っておけば次のターンで向こうはどっちにしろ逃げれないので、えー、削るだけ削って、まあ、なんとか体力を、えー、温存するという形でいいでしょう。 まあ、手とししてはははディィクタティルスはいいいい、かもしれないですね、はいえー。これで継続ダメージ止まりましたので2200あるから一旦耐えられれば面白いんだけどこれだとちょっと無理かな2200、えー、いけるかなはいちょっと打てるだけ打ちたいんだけどはい、えー、スピードを上げた方がいいかもしれないですねはいえー、1回でやられましたね。 はい、こうなるとさあどうするかって話になるんだけどはいここはティラコタトルを出していった方がいいのか、えー、プロミーを出していった方がいいのかなんですがはいここで一ン耐えておきましょうかはい一ン耐えておきますがこれでスピードとされるのが厄介 これがされるとね、プロミーが今回弱体化した原因になるんですけど、この無効化攻撃っていうので、えー、スピードが戻ったんだけど、今戻らないね。1066、これきついな。まあ、削るだけ削っておきましょうか。はい、これでなんとか耐えられれば、はい、ここで削れるだけ削っておきましょうということで、はい、ここでこいつは逃げれるのか交代、えー、抑止があるので、 もしかしたら逃げれるかもしれないんだけど逃げたとしても次出るのがあれなんではいここはちょっと回避打ってみましょうかうまく回避が効いてくれればいいんですがちょっと難しそうですねはい仕方ないですねただここまで削れれば OK じゃないかなと思いますはいえー先手さえ取れればこれスピード速いんだね120でスピード上げてますね はい、先手さえ取れれば OK だと思うんだけどさあここでティラコタトルを出してきますかはいこれでスピードが勝っているのではいまず洗浄しておいてでここで先手を取っているのでここでまたはい一倍じゃ無理でしょでここでとりあえず はい、2個取っておけばいいでしょう。もうね前線ですね。ここまで来れば本当によくやったって感じですね。でここでブラキをきますか。はいここで、はい先手取っているので、えー、ここではいティラコタトルですね。はいここで継続ダメージでしょう。さあこれではい交代打撃を使いましてはい向こうははいグループ上昇してくるんでしょうけど。 はい、これ効かないので,でここで継続ダメージを与えられると厄介ですね向こう的にはですねはいこれされると一番嫌ですねさあこれレベル14なんではい、この強人打撃もそんなに効かないと思うしスピード落とされないのでこれに耐えることができればはい、次のターンでやられてしまうと思うんですが。 さあ継続ダメージもまだ継続中ですし、えー、シールドも破れますからさあどうしますかはい交代する交代するはい交代してもダメだよねもう,もうこれは逃げの一手ですねはいということで、えー、なんと勝てましたいやよく頑張ったんじゃないでしょうかねはい、えー、勝つことできましてこれで3つ取れたので結構大きいですね ははいえでは続けてまたやっていきたいと思いますがはいいきましょうマイアサウラが意外に善戦したとあとディモクタテルスはいいかもしれないですねはい、えーはい、やっていきましょうまあ亀が出るとねとにかく厄介なんでね亀がね効かないんでねうーんそうなんですよねさあやっていきましょう組み合わせはい見ていきたいと思いますがはいでは さあ何が出まますか開けていきましょう最近ねこの,あのバトルのマッチングがうまくいかないことがあってここで待たされることがすごい多くなってですねであれはもう最初にトロフィーランクを出す表示に変えたので高い相手だったらもう強制終了してやめるんじゃないかと思って自分より低い相手の時だけ戦うってやり方をするとですね、まあ、当然勝ちやすいわけですよね。 なので、あの、最初にトロフィーランクを出す表示っていうのをやめた方がいいと思うんですが、ただまあね、この、えー、トーナメントの方に関しては、それはあんま関係ないけど、でも最初に出るんですよね、えー。このトーナメントのランクが出るので、やっぱ同様にですね、あ、ここでやめる人いるかもしれませんが、これは関係ないですね。これはよくわかりませんけど、タイムアウトでした。さあ、もう一回やっていきましょう。さあ、こういうね、えー、ものが続くとですね、 厄介なのでみんな離脱すると思うんですけどはいここですよねここで735とか出るので、まあ、自分より下の相手ってことになれば僕はやりますけど僕はねやめる可能性あるわけですねさあやっていきましょうさあこれはですねプロミーがいますかさあここはどうしようかなブラキオからカメが出そうな気がするんでちょっとティラノを出してみますねあプロミーから来ますか うんこれね即時妨害打ってくるので、えー、1ターン耐えることができれば、はい、2, 倍あ2倍温存しときますけど、はい、即時妨害打ってくると思って、はい、ちょっと温存しますでここで次の1ターン耐えられれば、はい、次ですね、えー、2倍打ってとにかく削っていきたいと思いますが、はい、ただこれ牽制かかってるので1回じゃ倒せないから とにかく削削れるだけ削ってておいてでこれ,、はい、れ,れ127ですけど、えー、プロミーの方が次早いので、えー、ここでやられておいても次のターンで、えー、取れますからプロミーがね意外に今回のもので結構前線しているんだけどさあどうしますかさあどうします はいプロミー対決はいえー、回避打ってきましたねまあ、今までだったらねこれスクラブがあったので良、えー、かったんですけどねはい残念でしたねはいこれで2倍が復活している状態になっているのではい結構厄介ですよはい、えー、これはクロークを打ってくるんじゃないかと思われますがただこっちが先手持っているので、えー、2回打てるので え向こう側が打てるので結構きついと思うんですがさあこれ打ってはいもう一回これだったらクロークいけるのかなうーんと即時妨害だったらいけねえのかなはいここでちょっと回復打ってみましょうか向こうはもしかしたら1倍打ってくる可能性があるんだけどはい2倍打ってくれましたねえこれだと耐えられるので。 これで外しちゃえば、はいえー、倒すことができますね。はい残念でした。はいということで、えー、これ2つ取ったのでかなりラッキーですね。はいこれではいプロミーが意外にねあのプロミーの使い方次第では結構面白いんじゃないかってことが今回分かった気がするんですよね。これもう向こう負けんきましたね。 はいということでなんと勝つことができまして2連勝になりましたねこれ大きいなこれ6つになったので結構大きいですねはい、えー、ということで2戦目も勝利ということになりましたこれはだいぶこれで楽になったさあやっていきましょうあと4つさあ次勝つとね楽なんだけど負けるにしてもまあ2体ぐらい倒して負ければ 最後ね、だいぶ楽になるんだけどさあなんと、えー、2連勝しましたのでだいぶ形勢は楽になりましたがさあ次は91510分、えー、より強い人と当たりそうな感じですねさあここは頑張ってやっていきましょうまあ負ける可能性が高いのでまあ2体倒せればいいぐらいのスタンスですねやっていきたいと思いますさあまずはエルリコを出していきましょうか L リコを出して先手が取れるかどうかここが結構鍵ですけどはいそして、えー、移動速度の面ねちょっとその辺を考えてやっていきたいと思いますがさあこれレベル30来たので結構厄介ですねうーん攻撃ダメージ減少2ターン有効これ1回でやられそうだからもうここで打つだけ打っといた方がいい感じがしますね これレベル30ですからね、ちょっと相手悪い感じですよね。これ無理ですよね。さあ、ここで、はい、こうなると、はい、インドミナスを出して、クロークを仕掛けていくしかないでしょう。はい、これに対して、向こうは2回打ってくると思う。あ、強陣打撃ってこれ外せるんだ。そっか。クロークって、あれだね、今のは、 あの相互しななきゃいいけなかったんだねはい、まあまあいいでしょうこれはちょっと相手強すぎだということではいここはティラコタトルを出してはい、えー、継続ダメージを与えていきましょうまあこれされるのが一番嫌だと思うんではいまあね無駄な抵抗してますけど、えー、無駄な抵抗したってね何も状況変わらないんではい、えー、逆に2倍。 0.6倍が打たれる可能性があるからそれされる方が向こうは困ると思うんだけど、はい、これ1ターン耐えられれば、はい、次のターンで、えー、取っていけると思うのではいとにかく1つ取るだけでも十分ですねはい毛深サイの継続あの交代だけを使ってきますねはいこれでやられちゃうかをなんとか耐えた はい、なんとか耐えたけどここでスタンかかってしまったので、はい、ここでもうとにかく、はい、0.6倍打って削るだけ削っときましょうとあここまで削れば OK ですねはいあ負けかはい、えー、これはもう,もう完敗ですねこれはやっぱりもうレベル上の人と当たったので、まあ、こういうこともありえますよねはい、えー、サルコリクシスはね強いんですよね レベル30当てられるとですねかなりきついえしかも移動速度が、あのー、上げられてるとねもう本当に手がつけられないのではい、えー、今度は下ですねこれはちょっと勝っておきたいとこかなって気がしますねさあさっき0段で1個も取れなかったので、まあ、こんなんだったらちょっとね、えー、まずいですよねはいではやっていきましょう はい、まずはちょっと、はい、インドミナスのですね、えー、ああ相手が悪い相手が悪いなはいここは総合激動を打ってもおそらく、えー、もう一回ですね向こうか攻撃打たれちゃうので一段、はい、耐えて、はい、削るだけ削るってやり方しかないですねで向こうが次打ってくるのでこれもうクロークも何も効かないので、えー、しょうがない感じですねこれ一回やられといて はいまあ、一応黒く打ちますけどあのはいダメ元で打ちますがえ次のターンで、えー、プロミーに変えてい、えー、くというやり方しかないでしょうはいえー、妨害100%効かないのね意外にね今回でもプロミーの強さっていうのが、まあ、エピック限定にすればなんでしょうかねああなんとか耐えたねこれ耐えたけど次のターンで、えー、倒されちゃうので。 ちょっときついと思うけどねこれで倒されちゃうでしょ当たるでしょさすがに当たるんじゃな、ね、い？あ、耐えた意外に耐えるんだねいやこれ大きいなこの一生大きいですねいやよく耐えたなこれ大きいいやこれ大きいはい、次のターンでこれ先手取れてないのではい、さすがにこれ無理ですからここははい、これ逃げれるのかな えー、一応、装具撃とか打ってますけど、はい、ちょっと無理ですね。さあ、ここで、はいゴールゴスクを出していけば、スピード落ちないので、はいこれでですね、はい、えー、パワーを上げて、パワーを上げて、次のターンにかけたいとこなんですが、はい、ここではい、次、向こうはスターンをかけてくる。 はい、次スターンかけてくるかもしれないけどさあここで1倍でも倒せるとなると結構楽、はい、封印してきますね、まあ、封印されてもあんま関係ないんではい、えー、ここは打っていきましょうさあこれで2勝しましたのでいやこれ大きいですね、えー、体力もまあまあ残ってるので はい、おそらくね次即時妨害打ってくると思うのではい、えー、これに対してはい、戦場打っておいた方がいいでしょうはい、えー、まずこれで崩しておいてで、カウンターもらいますけどこれで耐えておけば次のターンで、えー、打っていけばいいでしょうさあこれされたらもうどうしようもないですね即時妨害を見抜かれたらですね えー、どうしようもないですね。はい、えー、ということで勝つこ,、まあ、これレベル17とか出してるからね、まあ、相手がちょっと下なんでこれ勝って当然ですけどはいまあまあでも、えー、勉強になったんじゃないかなと思いますね。はいということではい一応3勝1敗で9体まで来ましたのでさあ次はですね、えー、本当は4戦で終わりたかったんだけど5戦目に来ますけどあの1個倒せば OK なんで。 まあここはですね1個に集中してですね、えー、負けてもいいのであしかも格下に当たったのではい、ここは1個確実に取っていきたいと思いますはい、ではやっていきましょうはい、組み合わせ見ていきますがはい、なるほどこれはうん確実に取っていくことを考えれば、はい、ティラノを出していくのが硬いんでしょうかねはい さあこれでおそらく向こうは即時妨害を打ってくるのかなと思うんですけど次のターンでねあいきなり打ってくるあ攻めてきたねはい次のターンで向こうが即時妨害を打ってくると思うんですよねだ先手取ってるから打ってこないかなはいここではい交代します はいで、ラスト負荷かかるんですけど、はい、これで即時妨害を使ってくれればですね、えー、OK ですさあこれではいとにかく1体これでですね死亡させるとはい、はい、次のターンよし行けはいここではい、交代ですね交代して次取っていけばいいと思うので全く問題ないと思うんですけど さあこれレベル16でですねティラノを倒していけるってやっぱりこの即時妨害は強いなと思いますねさあこれでもう今日目標達成なんですがさあここではい崩せるだけ崩しておきましょうということではいえ2倍を打ってみきますはいえー向こうの1ターンに耐えることができればスピード落とされるね うん、はい、えー、次の1ターンに耐えることができれば、はい、勝てると思いますのでこれいくらぐらい出るんだ970ぐらい1455ぐらいはい、えー、いいんじゃないでしょうかはいこれに耐えられば、はいえー、次打っていけばいいでしょうはい打っていきましょうせーのドンとはい OK ですねさあこれで2勝しましたので はい、これより早いのを出してこれれば、はい、えー、即時妨害をまず打っておいて、はい。あー、浩太大学来る。来る。はい、これしょうがないね。さあ、これで、はい、だいぶ見えてきましたよ。はい、えー、インドミナス来ましたから、はい、ティラコタトルを出して、 はいここで継続ダメージですね。はい、レベル15で、えー、移動速度落とされませんからこれ打って一ン耐えることができると、はいえー、かなりきついですよ、はいえー。そんなことしてる暇ないですよ。はいえー、自分の体力落ちますからね。でこれで、はい、0.6を打っていけば、はいえー、穴掘りしても、はい、シールド破れちゃうので。 はい、えー、シールド破れちゃいますからはい残念でしたって感じですね。はい、えー、ということで、まあ、勝てるときは勝てて1個負けたのがねちょっとあえて悪かったですけどまあこれではい10体倒すことができてよかったんじゃないんでしょうか。はいということで、えー、10体倒しましてはいクリアを確認しましたのではいこれで終わりにしたいと思います。ははいいありがとうござまましたではまたで明日